まあ、私好きな人だったらちょっとなんか毛が好きなんだよね。好きな人の毛好きなの。なあ。あーは何？お前もなの？チピの？え、お前もなの？毛好きなの？そういうの毛好きなの？触っちゃう。かわいい。え、そうなの？触っちゃうんだ。チピの毛触っちゃうんだ。うん。なんか寝ながらとか入れちゃう。ね、わかる。こうなんかシャリシャリしちゃう。シャワ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 。なんか体毛触っちゃう。そう、体毛触っちゃうから。いや、これとこの人たちが特殊なんだよね。やっぱ好きな人だったら。エロい。めっちゃ変だよ。エロいよ、意外と。エロすぎ。エロすぎよ。いや、パンツの中で突っ込んでシャワシャワ。あったかいじゃん。いやいやいや、変態。変態。めちゃめちゃエロい。違う違う違う。やばいよ、これ。聞いて。聞いて聞いて、違う違う違う、エロいとかじゃなくて、いや、あの、冷え性なの。うん。だからさ、あったかいとこに手つこいなっちゃう。自分のでええよ。自分だね。自分だと消えないからもう全部。あ、そうそう。自分はないからね。相手向けでね。そうそう。ぬくぬくと。何それ、おかしいよ。相手向けでね。あんま人に、温めてね。あんま人に言わない。やばいかも。人に言わないほうがいい。やばい、初めてアルちゃんと共感しちゃった。やばい。ダメダメ。アルちゃんと共感したら終わりだから。やばい。エロ変態になっちゃう。エロ変態って何？エロ変態。うちのことエロ変態だと思って。エロ変態だと思って喋ってる。エロ変態ってどっちも言葉同じ。同じだから。